はい、岩手県の盛岡に来ました。盛岡には三大麺といって、盛岡冷麺、盛岡じゃじゃ麺、盛岡わんこそばという麺文化があります。今回はその中のわんこそばをいただきたいと思います。有名なわんこそばあずまやさんです。エプロンつけるみたい。気合が入るねこれ。でこれがあのつゆを捨てる。OK。あ、綺麗に。あとねこれなんか薬味で。入っちゃった。ありがとうございます。薬味で豪華ね。はい、それではわんこそばの召し上がり方の説明をさせていただきます。はい。こちらの方にいろいろ薬味ござりますけども、お客さんたちの方で入れたい時に入れてください。はい、私は待ってますね。こちらね、お腹いっぱいになりましたらお椀に蓋をしてごちそうさまになりますけれど、その時ねこのぐらいのおそばが1本でも入ってますとお蓋ができませんので。あ、そうな、結構厳しめのルールで入れて。平均どのぐらいなんですか。女性は30から40、男性は50から60。2人で100行きたいね。ちょっと50杯は行きたいはい、お待たせいたしました。はい、もう始まる。はい、早い。まだいいですか。大丈夫、はい、大丈夫です。うん、美味しい。美味しい、ありがとうございます。うん、最初さ噛まないでさ3倍4倍ぐらいいったんだけど、やっぱ途中で噛みたくなる。なんか人間の条件反射で口に物を入れたら噛まなきゃっていう神経が働いちゃう。大丈夫だよ、待ってるからね。はい、どんどん。はい、どんどん。こちらね、15杯で、盛りそば 1枚で、1人前、ね。でも1人前食べたんだ。1人前食べました。すごい嬉しい、はい、一杯一杯がね、本当に一吸いって感じだから、なんか意外といけるかもしれない。はい、お待たせいたしました。はい、どんどん。お皿によって少ないのと多いのだって倍ぐらい違うけど、うん、とりあえず女性平均まで頑張る。お待たせいたしました、はい、女性平均いきました。はい、お待たせいたしました。はい、じゃあ、はい、ちょっともう薬味に手を出します。ちょっとうん、オアシスだこれは。箸休め。あと10で50。結構きつくなってきた。このさ待ってる時間にお腹がいっぱいになってくる。40個。お、あと5杯。50いける。飲み込もうとしてんだけど入っていかないの。あ、この束の間の休憩中に全部胃の中に入れ込まないと。よし、再開。はい、再開これさ、これで6中。うん、4分。まだいけそうだ。まだいけます。うん、60いった。男性平均？そうだね。時間が経つとね、どんどんまたお腹膨らんでくるんだよ。
はい、これで70。美味しい。いった、はい、うん、ちょっといっぱい。それでちょっとだいぶダメージ。そう、やめ時が分かんないんだよ。なんかもうちょっといけそうな気もするけど、これ以上食べたらやばい気もするし。ありがとうございます。76杯食べました。すごい、100杯いった人もらえる称号。こんだけ食べました。ちょっともう声が出せないぐらい、一生分のわんこそば食べたかも。結局ね、薬味がね全然食べれなかったの。もう美味しそうな薬味いっぱいあったのに。ちょっと落ち着けばね食べれると。あ、そうです。最高何杯食べた人いるんですか。最高だとね570。やばい。100でもすごいけどね。7人前はすごいテンポよく食べてるってことだもんね。マグロせっかくね出してくれたんだから食べなきゃね。うん、ちゃんと美味しいわ。せっかくだからデザートもちゃんと最後までいただきます。うん、うん、ありがとうございました。すごい、はい、ごちそうさまでした。重たい。あー食べた。最後がすごい勝負。やめたいけどちょっともうちょっといけるかなっていう、もう瀬戸際で戦ってた。いやでもすごい楽しかった。盛岡に来たらね絶対これはやるべき。でここ岩手県には世界遺産の中尊寺という寺があるので、また明日行ってみたいと思います。岩手県の平泉という場所に来ました。ここに世界遺産の中尊寺があるのでちょっと行ってみたいと思います。ここから15分ぐらいかな、うん、頑張って坂道を歩いていきます。ね、このポストの色変わってない？本当だ。ガラが、面白い。そうだ。青で、しかもガラがついてる。お土産屋さん。ここかな？ここかな？本当。なんか所々にお土産屋さんがあったりとか、参拝できるようなところがあって、で今見た本堂があって、でこれから有名な金色堂に向かいます。そう、公開されてないから中に入った人しかわからないっていう、なんか撮影もできないんだよね。ちょっと残念だけど。拝観料は800円です。よく見ると金色堂って書いてある。外観だけしか撮れない。ここから撮影はできません。はい、金色堂見てきました。建物の中に金色堂があって、なんかその守ってる感じがあったよね。全部が金色できらびやかな感じだったね。あ、そうそう、お墓も兼ねてるみたい。ご遺体が納められてるって知らなかった。で金色堂は国宝建造物第1号に指定されてるみたいです。それも知らなかった。勉強になった。あ、これは
松尾芭蕉、有名な詩人。この道路の真ん中に金色堂のレプリカがありました。まさにね、こんな感じだった。今回は岩手県を満喫しました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。